皆さん、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。じゃじゃじゃん、アスカプレミアムコンサートツアーワンダフルワールド2023ということで、私がこれをもう見させていただいて今日で22曲目になりますから、もう3週間やってますね。そう考えたら、しかも途中メンバー紹介で1回分やってますから23本目かな今日ね。いよいよライブもかなり終盤になってきまして、盛り上がりゾーン東京から始まって太陽と埃の中でモーニングムーン、そして今が一番いいと来て、この盛り上がりゾーン最後にオンユアマークですよ。それでこのツアーのね、今回のツアーのリハーサルが始まった頃にアスカさんのね、ツイッターの、今はツイッターって言わないですね、旧ツイッター現 X の投稿でね、リハーサルしてる時の、皆さんのあれ誰だったかな、沢近さんとか周備さんとか、あと倉下木村さんバイオリンのねの写真だったかな、えっていうようなこうね写真がアップされてて、今回のツアーでこの曲をやろうみたいな、そんなこうねツイートがあって、今ポストって言いますか何だったんだろうあの曲はと、今ねこうやってライブを見たり映像を見ながらも私も思ってたんですけど、それがどうやらオンユアマークだったみたいですね。ラジオで飛鳥さんお話しされてたみたいで、まあでも正直飛鳥さんのソロでオンユアマークを歌うとは思わなかったですよね。一番最初ライブの初日の時にも結構ねツイッター上で、皆さん書いてはなかったですけど、すごい選曲だったというふうに書いてましたが、いよいよこの曲までやってまいりました。早速じゃあ前回の今が一番いいが終わったところ、1時間59分15秒のところから続きいってみましょう。再生ポコリン。さあ下手側で飛鳥さんがお客さんの方を見ながら、わたーんたーたーえーよー、もうこの前奏で皆さん分かりますもんね。うわバイオリンが倉下明村さんの「よまーく」うわっ「タンツカタンタカタンタンタン」、いやー手を上げながら飛鳥さんのいろんな思いがここに入ってると思いますけどね。そして僕らはいつもの笑顔と姿で、いい声の響き、誇りにまみれた服を払った、この手を離せば、音さえ立てない落ちてゆく恋は、いい声の響き、二度と帰らない、上手側に歩きながら、君と僕並んで夜明けを、手を振ってる、追い抜いてみたい自転車や、もう自由自在、本用マーク、いつも走り出せば、あやりの風にやられた、本用マーク、僕らがそれをもうやめないのは、夢の斜面見上げて行けそうな気がするから、ロングトーン素晴らしいね。えお客さんみんな笑顔で手を上に上げて拍手ですよ。そして僕らは心の、いいため具合、小さな空き地で互いに振り落とした言葉の夕立ち、
いや答えを出せない手のアップ、いやそれが答えのような、ありの消えた時計の声響くね、夢ような君と僕、すべてを小指だけちょっとこっちに来てる、止めてしまうにはまた若すぎる、いやいやいや、うん、わあ、みんなでちょっとマイクを向けて、いつも走り出せば、場の着地も難しいですけど安定感ある、の風にやられた、あうわあうわあ、かっこいい、およま僕らがこれをなくせないのは、夢の自然とめがけて僕らと呼び合うため、声響きまくって、わ、今も鳴ってた、うわーって、こんなおへそぐらいのところにマイクありましたけど、さあ、これ長さんのギターソロ、ダダ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 、マイクスタンドに左手を置いて、ダダダ、そして僕らはおいよまく、モニターに足をかけて左足を走り出せばや、もう当時の抜け方ですよ、声、風にやられたが、およまく僕らが、それでもやめないのは、夢の斜面見上げてますよ、斜面よ、アスカさん、行けそうな気がするから見事なロングと、およまく、いつも高い、走り出せばや、あやりの風にやられた、あうわおおおよま僕らが、それでなくせないのは、夢の心臓めがけて僕らと呼び合うため、Your mark, get, set, go. かっこいい Go の言い方。さあ来るよ。そして僕らは。いや笑顔で。いやすごい。会場割れんばかりの本当拍手ですよ。ダーン、後ろ向きでダーン、かっこいい、控えめに最後ダーン終わりましたけど、いやこれいやもうね、最後の来ますよとまず言っちゃいましたけど、そして僕らはこのね、僕らは、まあ、7個ぐらいの音符かな、これ本当ね、サクッとやってますけど、こう聞かすの難しいですよね、声の響きが良くないともちろんかっこよくならないし、もともとこの CD 音源でもこの終わり方ってすごくかっこいいし、なんかねこう歌いながらこんな風に終わりたいんですけど、そして僕らは厳密にはどこなんでしょうね。でも最後のね、和の着地の音がやっぱこう下ってくるメロディーっていうのはね、この曲に別に限ったことじゃなくて、一般的に下ってきて最後着地する音っていうのはちょっとこうね、低くいっちゃいがちなんですよ、音程がね。だけどもこの、そして僕らはもうね、
まあ、会場で聞いた時にもそうでしたけども、見事な下りメロディー。そして僕らは、最後の着地の輪がね、もうど真ん中中のど真ん中、しかもそこの音でちゃんとね、響きのいい音が鳴って、あーでーんってもう、かっこよすぎますよね、終わり方も。でね、やっぱサビのところね、これも、まあどの曲もそうなんですけど、おいよまいつもってこのフレーズの最後の音が上がって終わるは、なんか自分ではその音程合ってるつもりで歌ってても、ちょっとこう低かったりとかね、抜け切れてなかったりっていうことが、もう私の勝手なね、カラオケレベルの話ですけど、起こりやすくて、まあ、この曲歌う時なんかなるべく上の方へ、おいよまぎつも狙ってあげないと、まあ、こう抜け切らないというかね、正しい音にいかないみたいな、派手ではないですけど、ちゃんと歌おうとしたら難しい曲だと思うんですけど、それでもなくやめないのはとか、やめないのは高い音で言ったり来たり、夢の心臓めがけてなんてもう高い音の連発ですけど、もう飛鳥さんこの曲歌うのはもうこれこそ体に染みついてて、もうね、さっき1番の終わりぐらいで自由自在って言いましたけど、僕らと呼び合うため、やっぱもうあれですね、飛鳥さんから出てきたメロディー歌詞ではありますけど、それをまあレコーディングしてライブとかでいっぱい歌ってきて、さらにこう体の中を何十周何百周として、今こうやってね、今の飛鳥さんが歌うオンエアマークって、やっぱこうなんていうのかな、もちろんメロディーリズムをちゃんと歌おうという気持ちはどっかにあるとは思うんですけど、でもそれはもう大前提で、こう見に来てくれてるお客さんであるとか、この作ってる時の歌詞の内容とか、この楽曲の空気感、世界観をもうね、目の前で見てくれているファンの皆さんに届けようっていう、なんかこう伝えようの気持ちで歌われてる感じがすごく強くて、だから自然とこうね、手の動きもそう、みんなの方になるし、こうなんか気持ちもこもってるから、こうね、熱い手の動きにもなるし、それでその声がね、もう本当にモーニングムーンの時にも言いましたけど、発売当時のもう歌声、歌い方、それからこう見た感じまで本当にね、その当時に戻っちゃってる感じにすら見えてますから、すごいですね、改めてね。ちょっと私もかなりこの楽曲、まあ好きというのもありますし、熱が入ってしまいまして、私もこうね、イヤホンしながら歌ってるから、どれぐらいの音量か途中から分からなくなってますけど、ちょっとうるさかったら今更ながらすいません。でもすごいかっこいい曲ですよね、これ。オンエアマーク、ちなみに私このオンエアマークというこの曲のタイトルで、あのオリンピックとかでね、陸上選手が走る前のオンエアマークって言ってるのを知りました。こちらが先でしたね。でオンエアマークってなんだろうって、こうね、当時ネットなんてあったかな、まああったはあったと思いますけど、調べたらオンエアマークゲットゲットセットかで GO というのが1について用意ドンというのの、まあ、日本語で言うとね、それの、まあ、スタンダードバージョンというかね、オリンピックバージョンというか、だからそれをね、位置についてということを、まあ、言ってくれてるんだということを当時調べて思って、でそこからそういうね、オリンピックとか見た時に、オンエアマークと言ってるのを知ったみたいな、そういうこといっぱいありますね。古いですけど、あのツリーというね、こういうアルバムの時のモーザートビルースデイというね、ちょっと言えてないですけど、あれも全然どれも、まあデイは分かりますけど、意味が分かんなかったですけど、実はモーツァルト、ウイルスっていうのはそのね、ウイルスでしたよ、カタカナで言うと。っていうのを、そのね、結構、チャゲ&アスカの曲から、あの、英語を知るっていうのはよくありましたね。ラブアフェアとかね。はい。まあ、それをまあ、その当時調べてよかったのか分かんないですけど、まあそういうのっていっぱいありますけど、でもオンエアマークはまさにそういう楽曲でね、もう私も長く聴いて歌ってきましたけど、やっぱり素晴らしい、改めて見てみてもね。もうずっと言ってますけど、見事な歌声パフォーマンスでございました。さあ、残りあともう1曲になってしまいましたけれども、皆さん、今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。